ここでは教科書に出てくる重要フレーズをいろいろな例文を使って理解を深めていきます。早速1番いきましょう。X が欲しいって、英語では、Would like X と表現します。この Would like っていうのは、Want を丁寧にした表現です。Want は欲しいという意味でしたよね。ただ、この Want っていうのは子供っぽい表現なんで、丁寧に伝えたい場面では、Would like を使います。例えば1番かっこい私はコーヒーが欲しいです。これ英語にしたらどうなるか。I would like coffee となります。I would like 私は欲しいです。カフィー、コーヒーをという作りです。 じゃあ一番格好に、これ英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか。主語同士見ると、私は欲しいですとあります。I want でもいいですが、丁寧に言いたい場合は、I would like です。今回は、would like で練習しておきましょう。あとはサラダを欲しいんで、あサラダをつけて、I would like a salad で完成です。で、実は、I would っていうのは、I do のように短縮できます。だから短縮すれば、I'd like a salad となります。じゃあ次の重要表現いきましょう。あなたは X が欲しいですかって英語では、Would you like X と表現します。 これはさっきやった、Would like X の疑問文の形です。で、答える側、お願いしたい場合、はい、お願いしますって言って方は、Yes, please. い,いえ、ありがとうございますやったら、No, thank you と表現します。例えば、2番カッコ1、あなたは水が欲しいですかそれに対して、はい、お願いしますって英語で答えたらどうなるか。Would you like water?Yes, please となります。Would you like? あなたはなんちゃらが欲しいですか ?water, 水をという作りですで。Yes, please は、はい、お願いしますですよね。じゃ2番カッコ2、これも英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。 オーケーでしょうか。あなたはなんちゃらが欲しいですかなんで、would、you like なんちゃらです。で、デザートが欲しいですからね、would you like d e s デザートで前半部分完成です。で、答える側は、EA いい、ありがとうございますって答えた方は、No, thank you です。じゃあ次の重要表現。店員さんが何にいたしますかって言いたいとき、英語では、What would you like? と表現します。これは、What would you like? 直訳すると、あなたは何が欲しいですかという意味です。だから、何にいたしますかという役になるんですね。例えば、3番カッコ1。何にいたしますか コーーンススプとステーキが欲しいですこれ英語にしたらどうなるか ?What would you like?I'd like, like con soup and steak となります。What would you like? あなたは何が欲しいですか ?I'd like 私は欲しいですよ。コーンスープ and steak よ。という作りです。では3番括弧に。これもね、英語で何と言えばいいか。一回考えてみてください。OK でしょうか。前半部分。何にいたしますかは今勉強してるやつですね。What would you like ですで答えるが、いくつかデザートが欲しいです。私は欲しいです。なんで I would like 短縮したら I'd like です あとはいくつかデザート、some dessert をつけて I'd like some dessert で完成です注意点はデザートは数えられない名詞なんで s o m とかの後でも複数形の s などはいらないというのが注意点ですじゃあ次の重要表現店員さんが何をお食べになりますかって言いたかった方英語では What would you like to eat と表現します want は欲しいという意味でしたよね。で、これが want to になると、ごにゃごにゃしたいという意味でした。ところで、want を丁寧にしたらどうなるんでしたっけっていうと、今勉強している would like になるんでしたよね。だから、したいも丁寧にすると、would like to となります。でそんな would like を疑問文にしたら、would you like やったんですね。これもさっきやった通りです。だから、would like to を疑問文にしたら、would you like to となります。 ということで、What would you like to eat? は、What? 何を Would you like to? あなたはしたいですか ?Eat? 食べる。なんで、あなたは何を食べたいですか何を食べになりますかという役になるんですね。もし、あなたは何を飲みたいですかやったら、What would you like to drink? となります。例えば、4番かっこ1。何を食べになりますかステーキが欲しいです。これ英語にしたらどうなるか。What would you like to eat?I'd like a steak. となります。What? 何を Would you like to eat? あなたは食べたいですか ?I'd like 私は欲しいです。ステーキを。という作りです。 じゃあ4番過去にこれもね、英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか。前半部分、何をお飲みになりますかは、あなたは何を飲みたいですかなので、What would you like to drink? となります。で、後半部分、水だけお願いします。このなんちゃらだけお願いしますっていうのは、just なんちゃら please と言います。だから、just water please で完成です。で、最後の重要表現。どういたしましてって英語では、my pleasure と言います。pleasure は喜びとか意味があります。例えば5番過去一1。ありがとう。 それに対してどういたしましてって英語で答えた方はどうなるか。Thank you.My pleasure. のようになります。じゃあ5番カッコに。これもね、英語で何と言えばいいか。一回考えてみてください。OK でしょうか。まず前半部分。それは美味しかったです。それはゴニゃゴニゃですっていうことなので、it is ゴニゃゴニゃ。でも美味しかったっていうことは過去なんで、it was ゴニゃゴニゃです。美味しいは delicious なんで、it was delicious です。で、ありがとう。Thank you をつけます。It was delicious.Thank you で、前半部分完成です。 で後半どういたしましてって答えたかったら今やってる My Pleasure で OK ですということで今回の重要フレーズは以上ですあとは答え音声を見て聞いてリスニング力を高めながらもっともっと理解を深めていきましょうそして今回で中1範囲は全部終了ですここまで頑張った方本当にお疲れ様でした今回の答え音声を聞いた後はぜひぜひ2年生の部分に進んでもっともっとレベルアップしていってみてください X が欲しい Would like X Would like X Would like、X. 私はコーヒーが欲しいです。私はサラダが欲しいです。あなたは X が欲しいですかはい、お願いします。いいえ、ありがとうございます。Would you like、X? Yes, please.No, thank you. Would you like hex? Yes, please. No, thank you. Would you like hex? Yes, please. No, thank you. あなたは水が欲しいですか?はい、お願いします. Would you like water? Yes, please. Would you like water? Yes, please. Would you like water? Yes, please. Like yes, please. あなたはデザートが欲しいですか?いいえ. Would you like dessert? No, thank you. Would you like dessert? No, thank you. Would you like dessert? No, thank you. Nani What would you like?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  I'd like corn soup and a steak. What would you like? I'd like corn soup and a steak. What would you like? I'd like corn soup and a steak. What would you like? I'd like some dessert. What would you like? I'd like some dessert. What would you like? I'd like some dessert. What would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? 何をお食べになりますかステーキが欲しいです。What would you like to eat?I'd like a steak.What would you like to eat?I'd like a、steak. s t e、like like、a k 何をお飲みになりますか水だけ、お願いします。What would you like to drink?Just water, please.What would you like to drink?Just water, please.What would you like to drink? Just water,

It was delicious. Thank you. My pleasure. It was delicious. Thank you. My pleasure.